どうも皆さんこんばんは。マイク、マスクを取ろうかどうかってちょっと迷ったんですが、やっぱりコロナ禍の中なので、マスクをつけて話をさせていただきます。毎年、秋になると秋の夜長のパーティーを開いて、たくさんの皆さんにお会いするのを本当に楽しみにしてきました。しかし去年はコロナで、そのパーティー、飲食を伴うのはやめにして、そして今年もやめにしました。その代わりといってはなんですが、秋の夜長の講演会、というのを企画して、そして皆さんお忙しい中、このコロナ禍の中わざわざ足を運んでくださったことに心から感謝をいたします。どうもありがとうございます。さまざまなお友達